はい、じゃあ、説明しながら、お話していきたいと思います。そうですね、今日は一応持ち方の一応種類と、まあ、ストロークってよく言うんですけど、まあ、叩き方ですね、それをちょっとお話していきたいと思います。まずストロークの方が重要かなと思うので、そこからちょっとやっていきますね。一番初め、全部で叩き方4種類あります。はい、で、1つが指だけを使って叩く、手首、2つ目が手首と指、3つ目が肘、手首、指、最後が肩、肘、手首、指、だんだん増えていくって感じです。で、一番初め指が一番難しかったりするんですけど、ちょっと、体験してみてください。利き手の方で大丈夫です。指だけで叩くってこういう練習ですね。はい、これが2本の指でつまみます。で、ここはなるべく3分の1のところがおすすめです。はい、そうです。2本が親指と人差し指で、そうです。で、その他の指を、押しながら叩くんです。その他の指だけで押す。なかなかやりづらいですよね、これ一番。大丈夫ですよ。はい、あのパッとできる方ほとんどいないです、これ似た動きもないんで、イメージちょっとつきづらいかもしれないですね。はい、今正確には手首をこう叩いてるんですね。あの、ここを見ると、動かないです、指だけって。はい、だこれちょっとずつでいいです。はい、あのやり方なんかも少しずつやっていきますので、まあ、ちょっと叩き方で指だけで叩くっていうのを、ありますって思っていただければと思います。で、次です。手首と指になります。そうするとこういう動きになります。イメージはこれですね。まあ、バスケットボールドリブルってなるとちょっと肘も使ったりするんですけど、手首だけ を動かしながら、まあ、最後に指をちょっと使って、はい、これ結構使ったりします。指だけはこれも使うんですけども、そうですね、まあ、どっちかというとこっちの方がスピードが出たりしますので、はい、いいですね。はい、まあ、手首と指ですね、2つです。3つ目、肘を使います。肘を使うと今度はボールを投げるような、動作がちょっと入ってきます。理想の話です。もちろんこう叩いてもいいんです。まあ、あんまり良くないんですが初心者の方、あのロボットみたいに、まあ、ロボットみたいにちょっと失礼になっちゃうんですけど、こう叩く方結構いらっしゃる。はい、これ叩くとダイエットにはなるんですけども、すぐ疲れます。はい、で、理想はなるべく力を使わずに、自分の力を使わずに叩くっていうのがいいので、そうすると長時間叩けたりしますので、どうすればいいかっていうと、まず手首から持ち上げるんですね。はい、なんでこう、手首が一番上、こういう状態になります。あ、そうです、そうです。はい、これなるべく力を抜いて下に行きます。で、ここから、ちょっと私が野球やってたんで、スナップとか呼んじゃってしまうんですけども、手首を返してください。まあ、スナップを効かせるとか。はい、なので、一打ずつこういう動きになります。はい、手首から上げて落とすっていう。なので、イメージはボールを投げる動きですね。はい、で、ここからちょっと詳しい話するんですけど、忘れちゃっても大丈夫です。ボールを投げるっていうお話なんですけど、正確には手首から上に上がって、指が来て、スティックがつくが初めです。持ち上げておきますね。で、次は手首から返して、下に行って、指が来て、最後にスティック。っていう順番を、1、2、3、1、2、3っていう感じですかね。手首、指、スティック、手首、指、スティックっていう形で、よく波の動きとかも呼んだりするんですけども、まあ、スムーズにこう動くことができると楽に叩くことができます。先ほどお話したようにダメな例は全部一緒全部一緒になるとこれ辛いですはい、でもそうです、その感じです、大丈夫です。で、最後です、肩まで、難しいですね、はい、難しい、そうなんですよ。左手ってあんまり使わないんで、すごくやりづらくなると思います。そうですね、そう、なかなか利き手じゃない方でボール投げたりとかしないですよね、はい、あのメリットは、あのドラムやってるメリットですね、左手使いやすくなるんで、大したメリットじゃないですけど、カーナビが左手でこうできるとか結構右利きの方はこうやったりするんですけどこっちでこう自由自在にできるっていうのはありますね。使えるようになるっていう、はい、ただ左手器用になりますので、はい、あのそこはメリットですね。最後です、肩入れます。肩までいくと、
イメージは和太鼓とか、まあ、ちょっと違うんですけど野球のピッチャーのような動きをします。今度は肩から動かして肘を上げて手首、指、スティックっていう状態にこう叩くんで大きく叩きます。はい、理想の話をすると肘は耳のあたりぐらいまでいけると、あ、そうですね、もう大きく上げます。こんなに上げていいのかなってぐらい私も初め未だに覚えてるんですけど、なんか恥ずかしい気がする、こんなに上げるとっていうのはこんなに本当に上げていいのかなってぐらい上げちゃって大丈夫です。はい、で一番本当に基礎に戻るとこっから練習した方が良かったりするんですね。そうすると、あ、大丈夫だ、はい、そうですね、大きくするとこうスペースを取るんですね、こう叩くときは、はい、もし気になるようだったら少し椅子を前にしてあげると当たらないんで大丈夫です、はい、こういう時ですね、はい、でこれがスムーズに叩けるようになると、初めにお話した、まあ、手首、まあ、他の手首だけの叩き方、手首と指だけと、肘と手首、これもスムーズになります。これが一番難しいかもしれないですね。で全部メリット、デメリットあります。まあ、一番分かりやすいのがこの肩から叩くやつですね、はい、スピード出ません。まあ、イメージつきますよ、これで早く叩くってなかなかもうなんか和太鼓みたいな、こんな感じだと思います。まあ、私が教わった時ですね、指が一番速いって言われたんですけど、手首の方が速いです。もちろん速いです。はい、ただパワーはもちろんこれが一番出ます。なのでパワー重視にするかスピード重視にするかっていうところですね。で今1,2,3,4 でお話したんですけども、極端にお話しました。はい、正確にはちょっと肘を動くとありますので、はい、なので肘手首指を 100% 使うっていうよりも、まあ、パーセントでちょっと使うっていうのも出てきますので、まあ、スムーズにこう叩けるように、はい、でその中でまあ、ぜひ覚えてほしいのは手首からこう上げてなるべく、まあ、鞭のようにとも言いますね、はい、鞭のように叩く、はい、まあ、ボールを投げるような叩く方、うん、メリット、これをやるメリット、以前ですけどイカホ行った時に手裏剣を投げたんですけどよく飛びましたね。何手裏剣ないんですよね、手裏剣使えるようになったらしないですね。はい、すごい。でもボールを投げるのと一緒かも、まあ、ダーツもちょっと違うかもしれないですけど、私も全然やってないんで、はい、どのくらい飛ぶか分かりませんけどでも命中率ですもんね、ダーツも普段使わないですね。普段使わないですね。左手すごく器用になりますよ。脳トレになりますよね。もうよくわからないですよね。あとあんまり動かさない手を、筋肉とかも動かすんで、まあ、結構運動にはなると思います。はい、一曲叩いたりしたらすごい疲れます、やっぱり。上手な人ほど疲れないです。あ、そうです。自分の力をなるべく使わないように楽にするんですね。楽に早く強く叩くんで。最初の頃は疲れたり。すごく疲れると思います。はい。もう子供たちとか汗だくになってます。冬でもこう全力で叩くんで汗だくになって。そう疲れなくなります。ちょっと時間帯的にお子様とすれ違う機会ないですけど、結構汗だくになって帰る方が多いですよ。特に男の子ですけど。何したの？そう全力で、はい、やってるんですよ。はい。じゃあ、一応もう一つですね、これはもう余談程度に聞いてください。あと、4つにします。4つ、持ち方の話です。今度持ち方ですね、はい、お話していきたいと思います。これも初めのうちご質問が出るんですけど、持ち方はどうすればいいんですか。3分の1のところを持つっていうのは分かるんですけど、いろんなちょっと叩き方あるんで一応紹介します。まずフレンチグリップって名前がついてます。ちょっと名前の由来までは分からないんですけども、特徴は親指が上にします。上指を上にしてこう叩くっていう叩き方ですね。はい、でこれは指が使いやすいっていうメリットがあります。はい、どっちかというとスピード重視と言われてます。親指が上です。はい、で、その逆ですね、ジャーマングリップって名前が付いてるんですけども、手の甲を上にするんですね。でこのままこう叩けば、これ指が使いづらくて手首いっぱい使えるんで、パワー重視ですね、どっちかというと。はい、
で、おすすめはその中間なんですね。親指が上、手の甲が上の中間。はい、これがアメリカングリップっていうふうに呼んでまして、まあ、一応両方のいいとこ取りっていう、はい、まあ、一応おすすめです。まあ、場合によっては、使い分けるっていうのはあるんですけども、まずはそのアメリカングリップあたりをやっていくといいかなと思います。はい、で、4つ目、ちょっと番外編ですね。こういう持ち方見たことありますか？ないですよね。はい、これは、昔、今は最近違うんですけど、吹奏楽とかやってる方だとこういう持ち方するんですね。はい、で、あとはジャズをやる方、ジャズの持ち方っていうのはこういう持ち方です。ちょっとお話しましょうか。3分の1ってとこは同じです。そこを親指と人差し指のこう一番奥でこう持つんですね。はい、そうです、当てます。はい、でそのまま、薬指と中指の間に挟みます。はい、で、叩き方は手をこういう横の動きをするんですね。この横の動きをしながらこう叩くんですね。はい、多分初めての方だとすごくやりづらいと思います。で、一応ルーツはこっちから来てるんですね。本当はこっちよりもこっちから来てて、で、どんなルーツかっていうと、もう結構何百年も前ですね、兵隊さんが戦争をしてる時代ですね。はい、ヨーロッパとかで交戦しながらスネアドラムをこう叩くっていうのがあって、マーチングですね。で、なんか馬を乗りながら叩くときに、背骨があるんで、ここに置けないですね、こう、太鼓。はい、どうなるかっていうと、こういう向きになるんです。横になっちゃうんですね。で、横にある太鼓を叩くためにこうなるんです。はい、横の太鼓を叩くと、こうするとここ肩つらいんで、それでこういうふうに。はい、そのね、こっちで叩くと叩きやすいんです。ただ、こう叩くと、普通のがやりやすいって。っていうのがあって、はい、ただジャズとかやる方だと、こういう持ち方をする方結構いらっしゃいます。なんかクロート好みっていうんですかね。なんとなくベテランの人が持ってそうな持ち方みたいな、そんな感じこういう持ち方で叩いてると、いや、あの人なんか上手な人なのかなっていうふうに、はい、思われるっていうただ叩きづらいんで、興味がありましたらっていうところですねちなみに左手しかこれやらないんですね。そうです、右手は普通なんですよ。左手だけこっちなんで、はい、こっちはこっちは普通、そう、こっちは普通なんです。あ、こっち、はい、そのルーツがその横をこう叩くっていうからこう起きてるんで、はい、もしジャズドラマ、ジャズをやっている方の、ドラムだけ見るって機会なかなかないと思うんですけど、見てみるとなんかこういう持ち方してる人結構多いんですね。はい、はい、なんか上手そうに見える持ち方がそんな感じですか、はい、これは番外編になります。はい、以上となります。ちょっと動画撮っちゃいます